藤サンタです。おはようございます。久々に北海道らしい朝、旅が諦めて帰ってきた。積雪10センチくるぶしを超えて20センチくらいあるかな。これから除雪に行こうかと思います。よいしょ。ではこれから、これが我が家の除雪機、クボタ L1455D です。これからエンジンをかけて除雪をしたいと思います。暖気運転5分以上、寒い日は20分くらい暖気運転をします。そうしないと、油圧が、油のが硬くて故障しちゃうんですよ。去年の春、油が硬くて壊れて大変だったんです。もう 500m を除雪するのにこいつなしでは生活できないんで、我が家のライフラインの一つです。ぐるっと少し周りを見てみましょう。これがブロワーで、よいしょ。これが回って上から雪が出ます。タイヤ大きいです。昨日見積もり取ったら安いものでも新品は8万を超えます。1本前輪が2万3万いかないくらい。でももうやばいです。寿命が来てます。前にフロントローダーがついて押すこともできます。よいしょ、よいしょ。中はこんな感じで、あたたた、よいしょ。ああ、もう後ろを見ながらずっと行くって感じが基本的な。エンジンの回転数を1500くらいにして